第1回目のゲストは安藤みどりさんです。イエーイ、どんどんパパフーですね、今回、僕に対するこう印象とかっていうのは何かあったりしますか？今回ですね、はい、私長く劇団にいたんですけど、誠さんと初めての共演になりまして、はい、そうですね、初回ですね、実際私は見てはずっといたんですけども、はい、もちろんです今回たくさんこう最初ね、いっぱいやり取りをするシーンがありまして、で稽古の中でもね、何回かこう止めて返してっていう時に、誠さんはいつも新しい球をボンボン投げてきてくださって、私は本当に素敵だなと思って、なんかこうやり取りしてるのがすごく楽しいです。もうすごいやっててすごい楽しいです。なんか毎回毎回こう変わって、それをこう受けてくださるみどりさんとこう返してくださるっていうのが、また本当ですか、はい、いや楽しい。だからなんかこう目と目をちゃんと見てお芝居ができる、素敵な役者さんだなって思ってます。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここでちょっと際どい質問をさせていただきたいんですけども、はい、安藤みどりさんのファーストキスはいつどういう方とですか言うんですか、ここで。言う、そうですね、際どい質問、はい、欲しいですね、はい、じゃあこれも中学生の時に、はい、初めてお付き合いした、はいはい、その彼のお家でした、はい、同級生の方。同級生です。あらららららら、恥ずかしい、こんなこと初めて言いました。すいません、こんなこと言いました。ピーピーってね、ピーの音じゃないか。まあ、ちょっと入れていただく方向でも考えてもらいましょうか。ありがとうございます。でも、はい、初々しい思い出です。そんな初々しい安藤みどりさんの活躍を見ることができる、表紙暮れ濡れ葉二鳥と、花子という作品が3月16日から公演が始まります。皆様ぜひぜひ見に来てください。お待ちしてます。バイバーイ。